これまで熊谷組は高い技術力と誠実なものづくり、そしてサービス業のホスピタリティを融合した建設サービスによってお客様の多様なニーズに応えてきました。そして平成27年度を再生元年と位置づけ、新たなスタートを切りました。テーマはグループ全体の総合力を高めるグループ成長戦略です。新たな出発を機に、熊谷組はグループ各社とさらなる連携を図り、グループの総合力でより付加価値の高いものづくりに挑戦しています。千葉県市川市で進められている東京外郭環状道路を延伸する工事は、首都圏の交通渋滞の緩和が期待される一大プロジェクトです。ここでは改作工法で国道直下に高速道路の大規模空間を施工しています。しかも現場は住宅や河川に挟まれた厳しい条件、進捗に応じて作業ヤードや資材の搬入室経路を移動させながら工事を進めなければなりません。そのため共用中の国道や市道を何度も整備し切り回す必要がありました。この切り回し道路を担当したのが、道路工事のプロフェッショナル集団、熊谷組グループのガイアート TK です。一緒にやるとその目的地が一緒なんで、ここでは仲間になってる感覚ではやらせてもらってます。ガイアート TK は道路舗装や道路床版施工に関する多くの独自技術を持ち、業界をリードする道路工事の専門会社です。こうした専門性の高いグループ会社と連携しながら工事に取り組めることが、熊谷組の大きな強みにもなっています。今回道路工事やっていただいているですね、ガイアート TK さんの方は、まあ、通といえばかというような動きの中で、非常に機動力のある仕事ができると。で、問題点をもう先読みで見て、でここはこう仮面事故をこれだけやってる、先行してこう出してくると、まあそういう意味で隣接工区とか早くこれ舗装ができたというのもやっぱりうちの誇りじゃないかなと。熊谷組の技術力に加え、専門性、独自性の高い技術ノウハウを持ったさまざまなグループ会社が互いに補完し合い、質の高いものづくりが実現しています。東京新宿エリア最大規模を誇るホテル、新宿ワシントンホテル本館。1983年に開業したこのホテルは、新宿副都心の象徴となることを目指し、32年前に熊谷組が技術の粋を集めて建設しました。そして2015年、客室の全面リニューアル工事が進められています。工事を担当するのは熊谷組グループの K&E と熊谷組の共同企業体です。お互いの得意分野を生かしながら、まあ、要はチームを組んでる、まあ、そういう気持ちは他社の JB の時に比べて結束力というか、そういうものは非常に高いと。グループ会社の K&E は建物と設備のリニューアルとアフターケアの専門会社です。熊谷組が施工を担当した物件をはじめ、さまざまな建物のライフサイクルを更新する事業を展開しています。発注者が望む工期はおよそ1年。ホテルの営業を継続しながら、4階から24階までの客室フロア、地下の商業エリアを安全にかつスピーディーに施工する必要があります。
こうした課題に対し熊谷組と K&E は昼間に客室エリアを、夜間に商業エリアの作業を行うことで工期の短縮を図りました。営業しながらこの建物をやらなきゃいけないんで、その辺のことについて細かく気配りはされて、今非常に満足はしておりますね、はい、我々が改修工事でお付き合いしたお客さんが今度新築を建てたいという話になった時に、熊谷本体の方でそれは対応できるよというふうに、お互いそういったお客さんを共有できるっていうことがグループで成長できる一つになるかなというふうに思ってます。大更新時代といわれるリニューアル市場において熊谷組とグループ各社はより綿密な連携により総合力を発揮しています。熊谷組グループが共に成長していくために、グループ内の垣根を越えた人材の育成や技術の共有にも力を入れています。台北市のランドマーク台北101をはじめ、台湾で多くの施工実績を誇る現地法人花熊映像、花熊映像と熊谷組は現場研修や安全研修を定期的に行い、人と技術の交流を深めています。そうですね、熊谷組の方で開発している鉄骨建て方の工法でエースアップというようなものを、いち早く台湾の方でですね使用して、非常にいい評価をいただいてまして、日本の熊谷組の工法を台湾で使うということで非常にセールスポイントの一つとなってます。東京スカイツリーの建設工事でも採用された鉄骨建て方システムエースアップや、ドイツのメーカーと共同開発したクワトロカッターなど独自技術を次々と展開するのはエンジニアリングと環境技術に特化したグループ会社テクノスです。前身は熊谷組の豊川工場、70年間にわたり建設事業に必要な技術やノウハウを生み出し、質の高いものづくりで社会に貢献してきました。近年は熊谷組が施工した物件を中心にトンネルや橋梁をはじめとしたさまざまな土木構造物のリニューアル工事を行っています。今まで熊谷組と一緒に培ってきた技術によって特にリニューアルにつきましては、動き出したところなんで、熊谷組と一緒になってさら、なる事業の拡大を進めていただければ、嬉しいなというところで考えております。環境技術では熊谷組が進めている外環田尻作業所の掘削土砂の土壌調査なども手掛けています。またグループの技術商社ファテックは熊谷組が開発した技術を販売しています。優れた技術を熊谷組の現場以外でも使ってもらい、幅広く社会に役立たせることが目的です。グループ各社が持つ独自技術や専門性の高い人材を活用することで提案力の向上を実現、グループの総合力が発注者であるお客様からの高い評価となり、新たな受注へつながっているのです。熊谷組グループ各社は建設業の強みを生かし、新たな領域にも積極的に挑戦しています。長野県の有料道路白糸ハイランドウェイの運営管理を行うガイアート TK は、地元軽井沢の活性につなげようとイベントなどを開催し、地域貢献にも一役買っています。
ネットで見つけて、はいはい、イルミネーションやってるって言って来たんですけど、すごい綺麗ですこれ、イベントもそうなんですけども、道路そのものの機能を、お客様に感じていただける、そういったところをですね、もっとあの道路自身を良くしていかなければいけないなっていうふうに思っております。快適で安全な道路を整備するためのノウハウの蓄積、シライトハイランドウェイは新たな技術を試す試験フィールドとしても活用されています。その成功モデルの一つが安全で安心な舗装、フルファンクションペーブです。シライトハイランドウェイでの実績をもとに、フルファンクションペーブの施工実績が全国各地に増えていきました。今後ですね、いろんな地域で、道路の管理を、委託とかそういったことが広がっていくと思いますので、そういった管理運営ノウハウを蓄積していく、フィールドとしていい場所ではないかなというふうに感じております。社会が求めるニーズをいち早く捉え、これまでの強みを生かして新たな分野にも事業を展開する、熊谷組とグループ各社はこれからも一丸となって新たな成長へと挑戦していきます。熊谷組は平成27年度再建から再生へと舵を切る再生元年と位置づけ、新たな中期経営計画を発表しました。その中の大きな柱の一つがグループ成長戦略です。100年を超える歴史の中で培ってきた熊谷組の技術と経験、そしてグループ各社の専門的なノウハウを融合させ、グループ内での活発な人材交流、情報共有によって相乗効果を引き出し、グループ全体の総合力を高めることが狙いです。これからも熊谷組グループは技術力と人間力にさらに磨きをかけ、お客様から必要とされる企業グループを目指してまいります。